早北駅は、北海道遊仏郡阿比町早北大町にある、北海道旅客鉄道室蘭本線の駅である。電報略号は早、旧早北町の代表駅であった。かつては、早北軌道の分岐駅で、現在もあま、バスとして、バス運行がされる、道区間との接続駅である。1975年の早北駅と、 周囲約750メートル範囲。左下が、苫小牧方面。抽選を挟んだ、相対式ホーム2面2線で、駅舎横の岩見沢側に設置されたストックヤードへ、引き込み線が若干斜めに引き込まれ、折り返し東にある気候場前へ伸びる。苫小牧側にも、貨物ホームと引き込み線を有している。このストックヤードへは明治から大正にかけて、 三井物産の馬鉄森林軌道が南東側にある山林から敷かれて木材を運び入れ室蘭線の名物と言われたほど山積みされた軌道はヤードに設けられた停留所から近くを流れる沢沿いに標高70メートル程度の峠を越えて厚間まで伸びていた後に地元有志の手で設立された早北軌道に引き継がれて幌ロや厚真との間で木材の他に人や 物資の輸送を行った。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成所在地名より、同地にあるチペシナイという川沿いがツマへの道であり、アイヌ語でサルペペあるいはサルと呼ばれていたものに字を当て、早北と読ませたものが早北となったとされる。このほか廃棄とよりとする説があるが、 1973年に国鉄北海道総局が発行した北海道駅名の起源ではこの説についてうなずけないとしている。相対式ホーム2面2線を有する伏線区間の地上駅。互いのホームは1番線ホーム北側と2番線ホーム北側を結んだ古線橋で連絡している。古線橋はこの字型である。 線路南東側の駅舎側ホームが上り一番線、対向側ホームが下り二番線となっている。その他1993年3月時点では、一番線のおしゃまんべ方から分岐し、駅舎南側のホーム切りかき器部分の貨物ホームへの貨物側線を一線、二番線のおしゃまんべ方から、 おしゃまんべ方面へ戻る形で分岐する行き止まりの短い側線を一線有していた。また、1983年4月時点では貨物列車の対比に使用された上下共用の中線を一線有していた。追い分け駅管理の管理宅駅となっている。駅舎は構内の東側に位置し一番線ホーム中央部分に接している。 友人駅時代の駅舎は改築され、1989年地区の道の駅と名付けられた、正面向かって右手側が駅、左手側が阿弥陀町物産館の名盤の掲示された町民触れ合い広場と名付けられた、土産物点検喫茶店となっている、シンメトリーのデザインを採用した駅舎となっている。駅舎内にトイレを有する、旧早北町の中心部、 2006年の合併によって成立した阿比陀町の役場も近い。ありがとうございます。